始めようかね。ガスパと申します。よろしくお願いします。で今日はですね、はい、ここですよ。まあ、とりあえずこの関内駅の方へ向かいまして、何やらリューマンがね、偽札を使っているとね、そいつらを成敗しようかなということでね。どけ、今日で第5章をね、終わりにしたいんだけどな。まあこの竜が如くサブクエストがまあ面白いからさ、どんどんやっちゃうわけだよ。サブクエストも面白いし、キャラクターごとのさ、じゃ、戦いたくない、戦いたくない、戦いたくない。よーし。ここはなんだ？キャバクラ。基本料金はお一人様3000円。また基本料金とは別にキャスの指名料をいただきますと。見るだけはいいだろ？カッチ。人気の人妻キャバ嬢。セクシーさが売りで固定のファンが多数。キャバ嬢をしていることは旦那には秘密と。好きな食べ物、麺全般。はい。現役大学生。ああ、いいんじゃん。若いんじゃないの？好きなもの、肉とか言って。水分嫌いとか言って。人間か、お前。花火。ちゃんこ。ちゃんこ。ああ。律、コロ。なんだよ。ブスしかいねえな、俺。いいよ、じゃあもう。さっちゃん。さっちゃんの方が全然可愛いわ。どけ。関内駅ってさ、あれじゃないの？神って書かないで、あのさ、門構えの方の関内じゃないの？だよね。殺し方よ。いやもう倒し方が最高。うん、とっととクリアしたいよ俺は。ああ、アイラブライスじゃないあいつ。あ、ほっときましょう。ああ、見てない見てない、ほら。はい。横浜貿易倉庫に行かねえと。何があるかわからねえから装備は回復できるもの準備してから行こう。レベル15推奨。ちょっと待って、俺のレベルは？お前ら大丈夫か ?17、16、あ、全然余裕のよっちゃんじゃん。行きましょう。行って早く。絡まれる。よっしゃ。行こう。よし、行こう。ああ、なんかあればロードするから大丈夫。おい。そんなにモテねえって。もう1個か2個にしてくれよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ。ほら、しっかり持て。そこの女。ここの作業には慣れたか？はい。現場監督が褒めてたぞ。今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか？はい、楽しみにしています。はあ。うん。おお、ど、お、ちょっと、これ、守り。うわ。すまねえ。バカ野郎、何をやってる。すみません。すぐに片付けます。やばい。どこ行った。お前どうやってこれを持ってきた？え、さあ、金が勝手に歩いてここまで来たっていうのか？ああ、まあいい。おい、この日本人4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。うわ、横浜リューマン来たな。さあ、おお、いいね。経験値ごっつ手に入るんじゃないの？めちゃくちゃいるな。はい、じゃあこのウィンドミルやっていきましょうか。風車のような体勢からの蹴りで敵一体とその周辺に連続ダメージ与える。お前ら行くぜ。
さあ、はいはいはい。南波さん決めるね、決めるね南波さん、もうそういうのいいよ。けなんだてめえ、手が全然ねえじゃねえか。あで、はい、作業員強奪てめえの方が泥棒だわ。一番揚げせんべい盗まれた。あ、ない、そういうことしてくるのか。いや、これはやばいな。やべ、さっちゃんが危ない。いや、ちょっと待って、さっちゃんが、さっちゃん殺すわけにいかない。 OK、そして倒せるやつはもう倒していきたいんだけど、倒せるんじゃない、ほらナンバさん、ナンバさん余裕のステップかますね、あそこで。はい、来いよ来いよ来いよ、お前ほらその程度かよ。おおおお、盾を使えだ、あいつさ、あの強奪してるやつが危ない気がする。よっしゃ、け気は最後に残しとこう、面白いから。監視員か、監視員倒した。あ、残りだけふらーバーなんで殴られんだよ、本当に。わあ、来た来た来た。ないない、横浜龍馬。うおー、来るね、やべ、カウンシーも来たし。そんなの持ってるお前ら。どうするかね、おー。どんな感じだ。スイヤー。オーケー、来たよ。現場監督、ゲンさん、倒しましょうか。お前は何ができる？まあそうですね。おねだりビームでもしてみましょうか。なんか持ってる？どうせならアイテムちょうだいよ。絶対もらえない。じゃあこのランシングでいきましょうか。当たると必ず会心攻撃になる。食らいやがる。いやー、おおすげえ効くね。倒れろ倒れろ倒れろ。14なの、それでも14なの。はい、さっちゃんで割らせよう。はい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 。何者だ。さっきの金を俺に渡せ。何？一枚だけでいい。よこせ。てめえら強盗じゃねえみてえだな。おい、緊急状況！要緊急状況！なんだ？逃げるぞ